こんにちは、神田です。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、この手ぬぐいの使い方についてですね、ちょっと説明していきたいと思います。手ぬぐいですけども、私どもの、観音織物ですね、手ぬぐい観音もそうなんですけども、そこに入ってます、トップページも出してます。あの使い方のビデオなんですけども、それで見ていただいたら大体ね、大まかな使い方なんか書いてたりとか、ちょっと面白いね使い方なんかを紹介させてもらってますけども、あの大体ですね、この手ぬぐいっていうのは綿 100% の生地なんですね。ですから、当然ハンカチのように扱うこともできます。昔なんかでしたら腰にねつけて歩いてたっていうこともあるんですけども、もうあのハンカチ代わりですね、これで使えるのが一番なんですよね。で、綿 100% ということなんで、お弁当を積んでみたりとか、なんかこの吸収したりとか、水分を吸収したりするのにもちょうどいいんですね。あるいは頭に巻いたりとか、首に巻いたりとかですね、夏場なんかでしたらちょっとね、冷やしてですね、首に巻くとすごく気持ちいいですよね。そういった使い方もできます。ですから、最後にはね、防災用なんかに使ったりということもできますので、本当いろんな使い方ができるのがこの手ぬぐいですね。ですから、本当ずっと使い慣れていただきましたら、いろんな使い方が出てくると思うんです。お皿拭いたりとかするのも、タオルなんかでしたら毛羽立つところが手ぬぐいでしたらきれいに拭き取れるんですね。あるいは窓とかですね、お風呂の鏡ですかね、あれもですね、ちょっときれいにこう拭くときれいになったりします。いろんな使い方ができますので、ぜひ一度ですね、使ってみてください。よろしくお願いいたします。